じゃあ撮っていいですか？ああ、いいです。
まあセンサーで置いたら、そうですね、ここに置いたら、こっちで手張りっていう後ろの部分を溶着して向こうで上下の布を切るような、結構です。温度の調節とかでフィルムもいろいろ厚みとかも変えれる。この温度だとここで変えてます。この最後の部分はこっちで変えてます。すごい、ありがとうございます。違って、こっちはすごい機械的というか、操作方法はこっちのシンプルにはないです。こっちの方が安いの？そうですね、若干こっちの方が安いです。こっちも、なんか、向こうで袋になるような、楽は楽ですよね。楽は楽です。かなりですよ、作業のスピードは上がります、はい、全体1分間でこっちの機械が20袋ぐらいできるので、1時間で1500円とか。時間短縮とか人件費の方で機械代はすぐ取れるので、今結構全国的に2000台でちょっと出しててます、こっちのタイプが。これが10センチから99まで切れるので、刃物だけじゃなくて大葉とかごぼうとかも自分の幅によって変えれるので、そういうのでもう幅広く。ありがとうございます。よかったです、カタログで。ありがとうございます。どうもありがとうございます。多分帰ってらっしゃるかな。